どうも皆さんこんにちは、ロボテラスカです。世間はもうすぐバレンタインデーですね。僕はもちろんチョコをもらえた思い出は一つもありません小学校の時にですね、同級生と体育の授業の終わりの時にこう着替えながら、お前チョコもらえたと、俺1個もらえなかったよと、俺なんて全然ダメだったよ、髪型までセットしてきたのにみたいなやり取りを暗い教室で電気もつけずにした覚えがあります。というわけでですね、そんなさなか、ツイッターでとある方の投稿を見かけて触発されて買ったのがこちらでございます。ウルトラマンチルトシリコンウルトラマンシリコントレー。これはあのよくイベントの物販コーナーなんかではしょっちゅう見かけてたんですけど、まあ、興味は前からもともとあったんですけど、まあ、僕そんなお菓子作りもそんなにする方でもないと、だし使わないよなと、氷も別に普通に使うぐらいなんで使わないなと思ってスルーしてきたんですけど、とある方のツイッターでこうすごくこれでチョコを作ってうまくできたの、それがものすごく美味しそうにかつ綺麗にこうできてて、これはぜひ俺もやってみたいということでですね、やるなら今でしょと、世間のバレンタインブームに乗っかるしかないでしょということで、買いました。ヤフーのねTポイントが溜まってたんでねそのポイントがそろそろ失効しちゃうということでこちら買ったんですけれども、これを使って今日はチョコレートを作っていきたいと思います。 Uber Eats の合間にねこうやって材料もいっぱい買ってきたから、チョコも買ってきました。チョコも買ってきましたよね、意外と高 い、そして失敗するかもわからないのため2つ絶対いらないと思うけどね。あとは材料、道具って言いましたよ。このうちはねそのお菓子作り的なことを一切しないから、湯煎ボールと何でしたっけ、これスパチュラ、これを使ってねやっていきたいと思います。これが台所に立つのは年に1回ぐらいだから、では行こう。ちなみにですね、ラインナップがこうなっております。上からタロでしょ、メビウス、銀河、ゼロ、セブンウルトラマンですね。なぜか、セブンとウルトラマンは2つずつあります。これなんででしょうね、ちょっとわかんないですけど、個人的にはですね、まあ世代がゼロとか銀河なんでね、この辺をちょっとうまく作れたらなと思います。では早速やっていきましょう。細かい作業なんでね、ちょっとメガネをかけますよ。ちょっとメガネをねかけますね。ではまだちょっと慣れてないから、こういう時にちょっと素に戻っちゃって何やってんだろうって思っちゃうんですけどね、ちょっとやっていきますよ。さあまずはお湯を沸かしますね。ちょっとずつ沸いてきたんで、次にチョコレートを溶かします。スパチュラでこうです、こうしてもう溶けてきました。これカレーじゃないですよ、これチョコレートですよ。早い、やっぱもう溶けてきて、やっぱThank you.
ああ普通